なんかちょっといろいろ話題になってて、こう最初に記者会見とかで過激な話とかいっぱいあったんですけど、やっぱりファミリーの話で、なんかそれまでバラバラになってるファミリーが最後一つまとまるっていうような、だから優しい感じのなんか手巻きになればいいかなっていう感じはありますね。なんかね、癒されるような、なんか詩も書かれるんですか？詩、はい、書かせていただきます。なんかやっぱり映画見て感じてもらってもらって、なんかその中から生まれるようなものが出ると、結構ね、なんかこう別物じゃない、ないからこうやっぱりいいものが合うものができたりすると思うので、なんかそんな感じがいい気がします。今回すごく映画とそのやっぱり歌の中すごくリンクすることがたくさんできればなと思って、結構だから映画音楽もよく聴くんですよ。あ、そうなんですか。だからいい映画見ると、いい映画見て音楽もいいなと思ったらすぐサントラ買うんですよ。でだからそこから触発されるのもすごく多くて、一曲そのなんか歌、ありもんの歌一曲聴いて全部芝居作れたりするんで、今回はね原作があるから、原作からインスピレーションを受けて、その原作から10年後っていう中島さんがやるから、ね、同年代じゃないからね、どうしても10年後になっちゃって話なんですけど、なんかそういう、やっぱりみんながやっぱりこう心が揺さぶられるものがいいですよね。僕映画はもうこうさっきも音楽かけながらやってたじゃないですか、はい、だからなんかここのシーンはそんなそういう音に音楽にこう実はあのバベルっていう映画があって、うちにそのバベルに出て刑事役で出た二階堂っていうのが出た時に、やっぱりあそこああいう向こうの映画って1年ぐらいかけてオーディションあるんですって、そしたらもう坂本龍一の音楽できてて、それをかけながらやるんですって。だからすっごいイメージつかめたんです。日本でそういうのはあんまりなかったけど、あそれはいいなと思って、それ演劇と思うんです。演劇を音楽をかけてやるんですよ。かけてでセリフ喋ったりするから、やっぱりそれで演出家のイメージつかみやすいじゃないですか、役者も、はい、あ、こここんな感じなんだっていう。だから先に僕なんかはありもんだけど、こう選曲しといて、役者さんに僕の思ってるのはこういう、字面だとね、セリフしか書いてないけど、音だと結構つかみやすいじゃないですか。そうですね、先ほどもなんか、すごい入っていきやすかったです、だからこう笑顔になって、自然と笑顔になったりね、はい、だから音楽って力強いんですよね。そうですね。その3分間で僕らが 2時間ドラマやる分、3分間で表現できるから。すごいですね。3分間4分間とかね、だからなんかそういうのがあるといいですね。なんか、